私も持っているピッチングウェッジ、はいはい、これはどんな時に使うんですか？はい、で基本的にこのピッチングウェッジっていうクラブは、うん、アイアンの時と同じように、うん、まあ、フルショットで使うクラブになります。はい、で今度このピッチングウェッジっていうのは、まあ、男性の平均でいうと、まあ、大体フルショットで、まあ、105ヤードから10ヤードぐらい打っていくようなクラブになります。まあ、なので、まあ、アイアンの時と同じように距離に応じて打ち分けるクラブのうちの1本にはなるんですけど、はい、まあ、他にも様々な用途があって、うん、例えばあのグリーン周りにカラーって呼ばれる場所があるんですけども、はい、そのカラーをですねちょっと超えていくためにとかっていう時に振り幅を小さくして打ってあげられるクラブのうちの1本になるので、なので意外とこのピッチングってフルショットだけで使うクラブではなくて、まあ、状況に応じていろんな使い方ができる便利な一本になってます。便利ですね。はい、